訪問者作春井寛治。その日、俺はソファーで新聞を読んでいた。静かな午後だった。聞こえるのは時折外で駆け回る近所の子供の声程度だ。チャイムが鳴った。廊下にいた妻の陽子がインターホンに出た。はーい。はい。陽子が訪問者と何か話しているのが聞こえる。やがて彼女は書斎にやってきた。あなた、同じ小学校の土屋邦彦さんって方が訪ねてこられたけど。邦彦が？俺は呆然として玄関に向かった。覗きガラスを見てからドアを開けた。外からビューッと風が吹いてくる。土屋邦彦が静かに足を踏み入れてきた。久しぶり邦彦、もう何年ぶりだ。俺たちは肩を叩き合った。ずいぶん経っちゃったね。まあ上がってくれよ。しばらくして俺たちは応接間のテーブルを挟み話を始めた。邦彦は特に変わりはないようだった。あの頃はいろいろあったな。はあ、俺ら本当に悪ガキだったよな。いたずらばっかりしてた。会話しながら俺は彼と最後に会ったのがいつか思い出せないでいた。同窓会に彼は来たことがあっただろうか、よく覚えてない。だが彼の笑顔は小学生の頃のままだった。タイタ、タバコ吸ってもいいか？おお、いいよ。ここに灰皿もある。 お前は吸わないの？おお、2年くらい禁煙に成功してる。でも気にしないで、お前吸っていいよ。じゃあお言葉に甘えて。邦彦がタバコを吸い出した。実は吸うの10年ぶりなんだ。10年も。そう言い彼は吸い殻を灰皿に捨てた。俺は自分がさっきから緊張していることに気づいた。どうした滝田？あ、いや、別に。俺は彼にかすかな恐れのような感情を抱いてるらしい。ただそれがなぜかわからない。昔彼に何かひどいことをして、それを自分で忘れてしまっているのだろうか。滝田、お前には算数の宿題を見てもらったことがあったな。あれは本当にありがたかった。もしかして彼は俺に仕返しなどをしに来たのだろうか。修学旅行も楽しかったな。お寺で走り回って坊さんに怒られたりもしたっけ。なあ邦彦、今日はどういう用事でここに？いや、そのどういう、その随分会ってないなと思って。ただなんとなくだよ。そうか。俺は彼が新しく吸い始めたタバコの先の火をぼーっと見つめていた。何か大事なことを思い出せないでいる。なんかこう、刺激的な話でもしようか。刺激的な話、こういうのはどうだ。自分が今までしたことで一番後悔していることとか。後悔していること？ああ。悪趣味だな。ああ。よし。じゃんけんしようぜ。え？負けた方から話す。いや、え？じゃんけん！俺は慌ててパーを出し、負けた。邦彦はにやりと微笑む。さあ、一番後悔していることを教えてくれ。いきなりだな。そうだな。高校の頃、同じ女子に5回告白して5回とも振られたことかな。ストーカーって言わないか、それは。そう言うかもな、今だったらな。あのさ、それは一番じゃないよな。他にもっと後悔してることあるだろ。ないよ。いや、お前はあの日俺を止められなかった。あの日ピーちゃんのことだ。
俺はゴクッと息を飲んだ。ある記憶が鮮明によみがえった。ピーちゃんとは小学校の教室でみんなで飼っていた小鳥のことだ。あの日小学校からの帰り、俺と邦彦はランドセルを背負って歩いていた。邦彦が人気のないところでこう話しかけてきた。あのさぁ、なに教室に戻らないか。え、なんで。ピーちゃんはさ。そこで彼は口を近づけて言った。殺さないか一緒に。ピーちゃんを。なんで。理由とか別にないけど、ほら、でも面白そうじゃん、なんか。はぁ、なんで。わかんないならいいよ。じゃあまた明日な。別れ道で邦彦は違う道を歩いていった。俺はただの冗談だと思って特に気にしなかった。次の日教室に入るとみんな鳥かごの周りに集まっていた。泣いている子もいた。教師が鳥かごのそばで手を広げ、生徒たちを鳥かごから遠ざけようとした。みんな見ないで、席について。これは野良猫の仕業です。猫の毛が落ちてるし。鳥かごの底でカナリアの死骸が横たわっているのが教師の影からかすかに見えた。あの日のことを回想しながら俺はしばらく沈黙していた。分かってたんだろ、あれが俺の仕業だったって。ああ、偶然にしちゃできすぎだったからな。それに落ちてた猫の毛はお前ん家で飼ってた猫と同じ色だった。でもお前はそのことを誰にも言わなかった。なぜだ。お前が友達だったからだ。友達なら止めてほしかった。は？俺はピーちゃんを殺すのをお前に止めてほしかった。またはお前がこのことを誰かに言ってくれるんじゃないかと密かに期待していた。俺は沈黙した。そうすれば俺は誰か大人に罰してもらえたかもしれない。お前、俺を責めるのか。その逆だ。タキタ、ごめんな。俺は何も言わずに邦彦を見つめていた。お前に長い間重荷を背負わせてしまった。一体何しに来たんだよ今日は。前に謝りに来た、ね、早く帰ってくれ。俺は下を向いた。邦彦は立ち上がりベランダに出た。じゃあな。邦彦！彼はベランダの手すりを乗り越えて下に落ちていった。俺は叫びながらベランダに行き下を見下ろした。下には暗闇が広がっていた。そこで俺はソファーの上で羽を切った。なんだ、夢か。いつもと変わらない休日の昼下がりだった。外から時折小鳥や子供たちの遊んでいる声が聞こえる。なんとなく寂しさを感じ俺はテレビをつけた。料理番組をやっている。そばの棚の中から俺は小学校の卒業文集を持ち出しページを広げる。ドアが音を立てて開いた。俺はぎょっとして振り返った。陽子が買い物袋を持って立っている。ただいま。なんだよ、脅かすなよ。別に驚かしてなんかないわよ。陽子が買い物袋をテーブルに置いて今を出た。変な夢だった。だいたいあいつがここに来れるはずがない。あいつが今どこで何をしているか俺は知っている。あいつは元気だ。ただ
あいつはここに来ることはできない。絶対にできないのだ。陽子が再び今に入ってきた。ちょっと、禁煙してたのにまた吸い始めたの？あ、なんで？応接間の灰皿に吸い殻があったわよ。陽子が吸い殻の入った灰皿を持って俺に見せた。俺は言葉を失った。テレビがニュース番組に映った。アナウンサーが語り始めた。今入ったニュースです。法務省が発表したところによると、2時間ほど前に土屋邦彦死刑囚の刑が執行されました。土屋死刑囚は小学生の頃、小鳥を殺したことをきっかけに猫や犬を殺すようになり、20代になると児童を誘拐し殺害しては山林に遺棄する犯行をつけ続けていました。被害者数は16人にも達し、日本犯罪史上最も凶悪な事件の一つとして今でも記憶されています。俺はテレビに映る邦彦の顔写真を見つめ続けた。あなた、2時間前やっぱり来てたんだな。俺の目から流れる涙がいつまでも止まらなかった。邦彦、ごめん、止められなくて。俺は小学校の卒業文集に目をやった。生徒たちの将来の夢の欄で、みんな野球選手、タレントなど各々のなりたいものを書いている。邦彦だけはこう書いていた。自分の中の化け物と戦えるようになりたいと。